こんにちは、ザトシです。ポケモン！ポケモンでございますか、バヨ。おそらくこの動画が出てる頃にはもう、ポケモンの新作のスカーレット、バイオレット、発売されてると思いますか、バ。そんでもってね、サトシが、よくわからんけど、今までのチャンピオン勢揃いの大会で優勝しましたか、バ。おめでとうございます。ってことで、もう完全にね、ポケモンブームが来てるわけですよ、カバ。このブームの波には乗るしかないということで。波の上に乗り、波の上に乗り、波の上に乗り、足りない、足りない、俺は止まらない、こびない、こびない、俺の仲間を、ビッグウェブに乗るしかないということで、カバ。今回こちらの動画見ていきたいと思います。もし、ポケモンの出来事が現実で起きたら、めちゃめちゃ懐かしいカバ。皆さん懐かしいでしょ、カバ。11年前の動画ですか、カバ。こんなんね、俺が小学生の時ね、俺小学生だったっけ ?11 年前。ギリ小学生かばね。こんな俺が小学生の時ずっとおすすめ出てきてたかば。この、もしポケモンの出来事が現実で起きたらって。一回も見たことないかば。一回も見たことないですかば。ほんまに。いや、ずっと上がってきましたよ。このサムネもう100回以上見たことありますよかば。でも、見たことはないかば。ちょっとマジで今回はね、ワクワクしてるかば。いや、そこまでワクワクしてないかば。絶対見たいっていうわけでもないかば。これ一生見れないよって言われても、まあ別にいいよって感じかば。あんまでもこういうのって言わない方がいいんじゃないのか。普通にめちゃめちゃ楽しみっていうテンションでやった方が視聴者も盛り上がるはずだ。ああ、めちゃめちゃ楽しみかばね。今楽しみすぎてやばいかば。もうバイプステンション上げ上げかば。ポーポーポーかば。よしさ、それじゃあ見ていくかばよ。レッツかば。はあ、楽しみ。あはあ。レッツスタート。わ。おぉ。俺はついに念願のポケモントレーナーになった。おめでとうカバ。いつか全てのポケモンゲットしてやるぜ。頑張れカバ。誰かいるカバ。あの、こいつ何やってんの？君とバトルするのを待ち構えてるんだよ。あ、ゲームの仕組みのやつカバ。あいつら何で待ってんだろうな、ほんまに。やめてほしいカバよね。おぉ、反応ないカバ。あーはは、気づかれちゃったカバ。Let's battle! あ、バトル始まったかわ。 Whoa, I don't wanna fight you. Too bad. You walked in front of me. Let's battle! あ、また始まったかわ。だけどこれはもう止めることができないかわ。やるしかないかわ。お前強いな。Look, man. いいか、俺は5週間もここで待ち続けてんだ。あら、俺の苦労を水の泡にする気か。大変だな、お互いに。Let's battle!よかったね、バトルできて。よかったかばね。前衛的なおねえ、おねえやった、おねえかい。前衛的なおねえが戦いを挑んできた。おねえだったのか、気づかなかったかばね。ごめんなさい。I choose you, Pikachu! お、ピカチュウ来たかば。お、かわいいかばね。Is that all you got?Go, ちょっと待てよお前ちょっと待て、相席食堂みたいになった。5週間待って、コイキングはバカすぎかば。5週間待ってんだったらもうちょい用意できるかばよ。コイキングて跳ねるしかせんかばよ。大丈夫かば。ピカチュウ VS コイキング、相性も最悪。ダメだ、前衛的なおねえ前衛的すぎてダメかば。ほら、跳ねるしか使えんかば。あ、跳ねてるかば。え、引っかく引っかく、行け。あー痛そう。おお、もう瀕死。跳ねるしかないかばよ。跳ねるしか使えないかば。Thunder shock。うわー、すげえ。コイキングオーバーキル。コイキングがオーバーキル。結果は分かってたとはいえ、ちょっとかわいそうかもね、コイキング。You got lucky this time. 運が良かったな、20ドルやるよ。さっきのはただの寄り道。俺は全てのポケモンを。おっと、何ですか、カバ。あー、いっぱいいるカバ。確かにゲームであの道見ると結構悩むかば。大量輸入かばね、なんかもうよくわからん。短パン小僧とか、なんか綺麗なお姉さんとか、なんかブリーダーとか、なんかいろいろいるかば。あれムカつくかば。はい、ということで懐かしポケモンだったかば。ぜひ皆さんもね、スカーレット、バイオレット買ってくださいかば。僕は買わないかば。セオかば。ポレラニアン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 。